はい、それでは F1 ヒート B の方、疲れた、準備お願いします。長谷庵、山田、日暮、森角、長谷川、高道さん、そして小林選手、以上6名です。で、マーシャルはプロストックの最終ヒートの方、 A メインの方入ってください。スーパープロストッククラスの方、マーシャルです。はい、それではコースオープンしておきます。立ち位置はね、予選の成績順で決めてください。もしね、かぶった場合は予選の成績順で決めてください。長谷庵、山田、日暮、森角、長谷川、高道、小林の順です。はい、長谷庵 OK。 はい、スーパープロストックのクラス A メイン相当に入った方、マーシャル入ってください。森角 OK です。日暮 OK。 長谷川、高道 OK。 あと山田と小林待ってます。はい、あと山田選手を待っています。はい、プロストックの A メイン相当入った方、スーパープロストックのドライバーの方、マーシャル入ってください。はい、全車ポンダー取れました。長谷庵、それでは並べます。1番前長谷庵です。はい、マーシャルの方すみません、並べるの手伝って。2番が山田福選手、2番がベネトンカラー、3番が日暮ブルー、4番が森角選手、5番が長谷川、高道、高道前5で、6番が小林選手と、ベネトンが2です。ベネトン2。はい、並びはそれで OK です。はい、それでは例によって1回スタート音練習で聞いてもらいます。もう皆さん慣れてると思いますが、他のクラスも全部同じタイミングでやっていきます。それでは練習ですからね、スタートしなくていいです。それではスタートの練習です。これです。4回鳴って最後にピーンです。はい、それでは本番スタートします。12チャンプの F1 ワイドクラス B メインに入ってきました。6名による最後の決勝5分間です。それでは本番スタートします。はい、フライングありません。おお、緑の長谷がいい反応を見せたが、小林が前に出たが、最後尾スタートの小林が5番手浮上か。さあ、まずはポールスタートの長谷川選手がまずそのまま帰ってきます。2番手山田、3番手に森角が上がってきた。日暮、小林、長谷川、高道のオーダーです。さあ、2番手の山田選手が最速タイム10秒1を出してきました。長谷川に迫っていけるか、0秒7ぐらいです。森角、そして日暮がそれに続いています。後方で長谷川のミス。長谷川選手が今計測ラインを取ってきました。それを山田計測ラインが若干間開きました。 1.1 秒。森角が最速タイム9秒680、ホワイトイエロー、3番手が速いタイム、
ただちょっとミスがあります。日暮らしに詰め寄られる。これが3番、4番争い。さあ、誰だ。小林天使ですね。10秒47ベスト。ハセヤンが前の週9秒89。山田が9秒724ベストです。トップはハセヤン選手です。バックマーカー、山田選手が出てくるのかな。いや、違うんだ。山田が前に出たんですよ。私見逃しました。山田選手がトップに立ってます。8周目。2番手がその後ろを走るハセヤン。3番手が白黄色の森角選手です。さあ、2番手スタートの山田選手がトップを走っています。9周目から10周目に入ります。1分30秒になるところ、ハセヤンがラインを変えてチャレンジしてくる。今の週、ハセヤンベスト9秒87。1台こけている。小林選手のマシン。5番手走っていました。さあ、今度は長谷川、高道がこけている。さあ、トップ争い激しいです。11周目を走っています。30周予想と予想されています。このトップの2台、その差0秒49。森角、ファーストテストを出しています。3番手のマシン、白、黄色。これもトップ争いに加わっていきたい。2秒8ぐらい。危ない。山田がミス。大丈夫です。さあ、一方、ここでは日暮、小林、長谷川、高道の4、5、6争い。これがガチンコです。山田膨らんでしまいました。これで、長谷川が綺麗にまたトップに帰ってくる。長谷川です。おお、見えなかった。さあ、長谷川がトップに変わっている。山田はまだ0秒29です。森角が3秒2です。前の2台を追う。1台止まっていたが、長谷川選手、それに巻き込まれてしまった。森角選手、3番手。さあ、山田はまだ来てますね。ペースがあります。これちょっと1回待った方がいい。1回待った方がいい。はいはいはい、OK です。OK です。はい、順位に影響ない。はい、2分50秒になるところ。3番手が日暮選手。4番手が森角選手が今、3番手に浮上。焦るな山田気持ちわかるわ危ないさあこれでハセヤンが単独トップに近い形2番手山田だったのか2番手日暮選手が上がっています。日暮はどこだ。これかストレート緑の後ろから来ます。これが2番手です。緑のあなたは現在6番手です。3分15秒になるところ、トップがハセヤンに変わっています。2番手日暮、3番手が山田、4番手森角、5番手が小林、最後尾に長谷川高道がいます。3分30秒になるところ、長谷川高道10秒346ベスト。さあ、長谷川は今2番手が今計測ラインですから7秒3の差をつけています。一方3番手の山田は日暮のすぐ後ろまで来てます。このクラストップ3までは表彰状があります。3分45秒経過。この後ね、トップ3の選手は表彰台を受け取って帰ってください。3分50秒経過。小林が投手のベストを10秒231をマーク。さあ、山田が前に出たか、山田前に出たか、出てますね。2番手浮上です、山田。ただ長谷川はかなり先、残り1分です。山田は長谷川まで7秒4。3番手が日暮、森角は表彰状まで 1.5 秒です。現在4番手森角 1.4 秒。おお、長谷川選手飛んでった。大丈夫です。さあ、森角が来ている。日暮が刺さっている。これで4番手か5番手で帰ってきます。小林も前に出たかもよ。さあ、トップは変わらず長谷庵です。長谷庵です。2番手が山田選手、3番手に森角が上がってきてるよね。ちょっと見てみましょう。残りが20秒。3番手が森角です。4番手が日暮、小林、長谷川の順。さあ、森角さん後ろから森角さんは現在3番手ね。さあ、日暮選手がハマっています。長谷庵はどこだ。これか、今ストレートから大時計、ここで5分です。長谷庵ゴール、長谷川高道ゴール、森角ゴール、日暮ゴール、山田ゴール。はい、 B メイン優勝は長谷庵でした。2番が山田選手、3番ファーストテストを出した森角選手でした。以上3名は表彰状を受け取ってください。佐藤君、渡してあげて表彰状。はい、長谷庵、山田、森角選手は表彰状を今受け取ってください。で、表彰式の時に写真撮らせてください。表彰状を受け取った人は写真を撮ります。このヒート4番手は日暮、5番手小林、6番手が長谷川高道でした。次がモディファ。
はい、それではここからモディファイですね。モディファイの B メイン決勝をスタートしていきます。樺沢、山友、松村、清水、田中選手の出番です。はい、コースオープンです。コースオープンです。このクラスも上位3名の方には表彰状を用意してきています。田中選手 OK、松村、樺沢、山友系、清水 OK。 はい、全車取れました。今走った人はマーシャルです。今走った B メインの方はマーシャル入ってください。はい、それでは並べます。先頭スタートが樺沢選手です。ストレート止まってますからね。長谷川さん、それ並べてあげて。1のとこ、2が山友さん来てください。2が山友来て、山友お前で、3はそこでいいでしょう。4が清水さん、4清水前、最後尾から田中選手が行きます。はい、田中さんもっと前。はい、並びはフルで OK です。先ほど走った F1 の方はマーシャルね。はい、藤原さんいいですか。プレスタイムが入ってます。はい、それではスタートします。モディファイドクラス B メイン決勝、5名による戦い、8分間です。さあ、樺沢選手を先頭に、まずは綺麗なスタートを切ったが、ヤマトマがチャレンジしていきます。 B メイン決勝、おお、なんとか樺沢一周目取りました。ただ山友は仕掛けています。3番手に松村、田中、そして清水選手となっているようです。ああ、樺沢選手がミス。山友、松村、ヤッキーまで抜けていく。樺沢選手は一気に最後尾まで落ちていったが、おお、さあ松村選手がトップに立ちます。2番手が山友、3番手に田中選手が来た。4番手が清水、5番手が樺沢選手です。さあ、トップが松村選手に変わっています。5周目に入っていく。大和も0秒5、ヤッキーは0秒8です。40秒経過。さあ、大和もが9秒1、田中同じく9秒1が出ています。樺沢選手は9秒21が最新ラップ。田中9秒0、松村9秒8秒9、大和もは9秒0です。さあ、田中選手が前に出ました。2番手浮上です。松村、田中、山友の順、樺沢4番手、最後尾に清水選手がいます。さあ、バックマークが出てくるかな。そうですね、清水選手の後ろから来ているのがトップです。で、後方では2番手争い、田中選手対山友選手、これが0秒6ぐらい、コース上一番近い戦い。1分30秒経過。さあ、樺沢選手はちょっと当たっていました。清水さん、ありがとうね。続けて2、3来ます。清水選手の後ろから2、3。ん、松村選手が見せてる。大丈夫です、順位は変わっていません。はい、清水さん、ありがとうね。難しいとこ。1分50秒になるところです。さあ、大和も選手が再び前に出てますね。2番手に帰ってきました。松村選手がミス。これで大和も選手、田中選手がワンツーになっています。清水選手後ろから2番手来てます。2分経過。山友が投手のベストを8秒93をマーク。山友がトップです。2番手田中1秒、3番手で復帰した松村4秒34、番手樺沢は 1.1 秒です。樺沢選手はヒートのベストを出してます。8秒805が出てる樺沢選手。そして5番手が清水選手です。2分20秒経過。山友投手のベストを8秒908、トップのマシン。さあ、田中選手との差を広げています。ストレート1本分以上に広げてみせた大和も選手で、松村選手は、田中選手まで3秒ぐらいです。樺沢選手は松村まで2秒8。2分45秒経過。さあ、樺沢選手が松村選手に近づいてきてるのかな。さあ、まもなく時計が3分になるところです。
こに。さあ3分30秒経過したところですが、申し訳ございません、パソコンが止まってしまいました。ちょっと一旦ここでストップしてください。申し訳ございません、ちょっとパソコンが止まっちゃったみたい。ちょっとこのまま待って、動いてるっぽいんだけど、すいません、初めてのこれはあれだな。さっきもそうだった。いや、さっき大丈夫だよ。ちょっと一回止めてみようか。カバさん、止まった。どうしよう、どうしよう、どうしよう。申し訳ない、ちょっとね、このメインもう一回後でやり直しでもいいですか、一番最後ぐらいに。うん、すいません、申し訳ございません。一応ここまでの結果はプリントしてきます。パソコンが止まってしまいました。なんでかな。失礼しました。ちょっとモディファイの B ウェイにちょっとトラブルがありましたので、これは一番最後に回したいと思います。申し訳ないです。で、このあと、16時39分だから、16時39分より予定通り 12GTR のヒート B スタートしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。一回これ。失礼しました。このあとね、12時39分、12GTR のヒート B からレース再開したいと思います。マーシャルはね、申し訳ない、モディファイの B メインの方、マーシャルこの後入ってください。モディファイの B メインの方は一番最後にもう一回やります。はい、それでは失礼します。 12GTR の B メインコースオープンします。堀本選手がいるヒート、今のところ大丈夫です。はい、マーシャル、先ほどモディファイ走られた B メインの方、すいません、マーシャルお願いいたします。はい、全車ポンダー取れました。堀本。はい、それでは並べてあげてください。一番前が堀本さんです。一番前が堀本さん、2番が花輪選手。堀本さんどれだっけ、堀本さん前に出て、前に出て、はい、2番が花輪さん、それで3番が鹿島さん、ホワイトプラプル、4番が富永さん、赤、5番が黄色の川尻さん、6番増田さん、増田さん後ろだね。そして最後尾から山本選手がいきます。はい、並び、それで OK。 はい、ありがとうございます。それではいきます。 12GTR の B メイン決勝レース5分間です。先頭スタートの堀本選手はトップで書いています。2番手に初出場の富永選手が上がってきます。3番手が川尻、花輪、鹿島、山本、増田のオーダー。20秒経過したところです。
堀本選手が11秒71ベスト、富永2番で 1.6、 その後ろ川尻、花は鹿島と続いていきます。30秒経過です。さあレースは3周目から4周目に入っていきます。さあ初出場赤は富永選手の後ろから川尻選手、黄色が迫ってきてます。これが2番手争いです。 1.1 秒、そして花輪は表彰状まで0秒8ぐらい。おお、花が川尻に仕掛けている。あ、その横を鹿島が仕掛けてきます。さあトップは、堀本選手です。どこだ堀本さん。堀本さんこれか、今ストレートに来ます。アウディのボディですね。レース7周目に入ってきました。堀本がベスト11秒634、ヒートの最速タイムをトップ堀本選手が出しているようです。1分20秒になるところ。さあ一方2番手争いは富永が2番手ですよね。赤いボディ、トップとは4秒の差が広いています。12秒0の富永ベスト、花は3番手、4番手が川尻です。花は川尻か、かわして3番手に帰ってきているようです。黄色のボディが3番手、失礼、黄色のボディが4番手です。失礼しました。川尻選手、5番手が山本選手、6番手鹿島、7番手が増田選手です。1分50秒になるところ。富永ベスト11秒992、川尻11秒82ベスト。さあ一番近いのは鹿島と山本の5番手争い、これが0秒6ぐらいです。2分経過。さあここでベストは堀本11秒557、1台転んでいます。あれ鹿島選手でした。さあ鹿島選手はこれで一旦最後尾に落ちています。前を走る増田と5番手争い、6番手争い中、トップは堀本選手です。どこだ、今ストレートに入っていきますね。川尻選手の後ろから来ます。これがトップの堀本選手です。2分30秒経過。折り返しです。折り返しです。さあ7分、失礼。3分になるところです。残り時間が2分。堀本選手が終始リードを レースをリードしています。今川尻の後ろから来ます。これがトップ、川尻選手は黄色のカラーリング、現在3番手です。富永赤を追っている。4秒7。3分45秒経過。前の週富永ベスト11秒98、に初出場のマシン7秒4でトップを追っています。3分20秒経過。3分30秒経過したところです。さあこのクラスもトップ3までは表彰状を用意してきています。この後ねトップ3選手の方は表彰状を受け取ってください。鹿島ベスト11秒7、花は11秒7ベストです。さあ堀本選手はトップ変わらずです。2番手富永はあれですね、3番手の川尻がまだ遠くですね、ストレート1本分以上あります。2番手争い、このままいくと堀本、富永、川尻選手が表彰状です。残り45秒、花選手が表彰状まで2秒3、黄色追ってます。ん、黄色川尻がちょっと見せてたが、さあ表彰台争い、川尻、花はこれが0秒24です。残り間もなく30秒、トップ堀本選手はもう悠々と今計測ライン。さあそして熱い3番4番が今計測ライン、川尻がなんとかベストでしのぎます。11秒73、残り20秒、大時計残り15秒。さあ花さんね、ぶつけないようにね言ってくださいね。さあ大時計残り5秒です。残り5秒。さあレース時間5分を迎えました。神奈川ゴール、川尻ゴール、山本ゴール、富永ゴール、鹿島ゴール、堀本ゴール、増田ゴール、はい、全車ゴールです。このクラス優勝は堀本選手でした。2番が富永選手、初出場の人、3番が花輪選手です。
堀本、富永、花輪は表彰台受け取ってください。表彰状を受け取ってください。4番が川尻、5番が鹿島、6番山本、7番が増田選手でした。はい、それでは JM の C メイン、コースオープンします。山本選手がいらっしゃるヒートです。ここもトップ3までは表彰状あります。はい、続々とボンダー確認できています。はい、全社ポンダー取れました。全社ポンダー取れました。よいしょ。それではマーシャル、先ほど走った方マーシャルです。先ほどの方マーシャルです。はい、並べてください。一番前、山本さん前に来て、前に来て鹿島さん並べてあげて、それがトップ。2番が岩井さん、今来ます。白緑が2番です。3番が高橋さん、白緑入ってきて、3番高橋さんもっと前、4番がアルガ選手、4番アルガさん前、前、これが4番オレンジ、5番が村雲さん、はい、それですね。6番が日暮さん、はい、並びはそれで OK です。綺麗に並べてあげてください。はい、ありがとうございます。それでは JM ストッククラス C メインの決勝レース、6人による対決、8分間いきます。はい、フライングありません。おお、岩井選手が仕掛けていく、トップ争い。おお、さあ、なんとか守った山本。山本、岩井、アルガ、村久保、高橋、日暮の順で帰っていきます。おお、岩井選手がチャレンジしてます。後方ではアルガが飛んでいる。高橋選手が3番手。4番手が、これは日暮か。そして5番手がアルガ、6番手村久保選手です。バックマークが出てきます。村雲さん来るよ、ワンツー。さあ、トップは蛍光グリーンですね。そのすぐ後ろに岩井選手が2番手、その差が最新ラップで詰めてきました。0秒66です。3番手が高橋選手 1.7、 1秒後ろにファーストを出したアルガ選手、そして4番手日暮、5番手が村雲選手。日暮9秒95、村雲9秒6、アルガ8秒8が出ています。アルガ選手の8秒8、これが最速ラップ。さあ、トップはどこだ。山本選手引き離しにかかってますね。岩井啓太との差が2秒ぐらいに広がってます。で、高橋選手が岩井啓太のすぐ後ろに来ている。これが2番3番争いです。それに加わってきたい最速ラップのアルガ、それは2秒差で前に追ってます。アルガは表彰状まであと2秒、1分20秒になるところ。岩井啓太8秒94、2番手のマシン、トップまでは3秒です。さあ、山本選手は2番手に3秒の差をつけてみせました。1分30秒になります。さあ、1回近寄った高橋、ここは一旦昇級しか。2番手岩井とは2秒、その代わりアルガに攻め込まれています。 1.2 秒、ただアルガ選手こけた。日暮選手が止まっている。ああ、トップが止まっています。トップが止まっています。さあ、これ順位入れ替わってきますよ。だよね。さあ、岩井啓太選手がトップに変わる。そして高橋選手が2番手、山本選手は3番手でレース復帰した模様。岩井啓太選手がトップに変わっています。14周目、2分経過です。高橋選手がトップまで 1.4 秒、そして山本がすごい勢いで来てます。まずは高橋を捉えようかというところ。蛍光グリーン、これがトップスタートだった山本選手、現在3番手です。まずは2番手高橋選手を料理しようかというところ。その裏で村雲9秒45ベスト、村雲選手は現在5番手走っている。さあ、岩井選手はこの間にマージンを作っておきたい。山本選手がミス。さあ、これで山本選手は4番手まで落ちてきます。3番手にアルガ選手が上がってきました。オレンジ、アルガ表彰台圏内入ってきた。
さあ山内選手また飛んでたかな、ちょっと見てみましょう。2分50秒経過したところです。4番手では戻ったがかなりの差をつけられました。5秒の差をつけられました。山本選手トップ岩井、2番高橋、3番アルガ、4番山本、村久保、日暮のオーダー。3分経過、残り5分です。さあアルガ選手は今度高橋選手を追っています。3番手3秒8、日暮さん後ろから3番手来てます。3分20秒になるところ、トップ3岩井、高橋、アルガは2秒8間隔の3台です。さあここでベストアルガ選手8秒75。さあアルガが高橋に迫ってきます。2番手争い。さあ間にこれが村久保選手を挟んだ戦いですね。すいません、3分50秒経過したところ、岩井啓太選手がトップを守っています。岩井啓太選手が26周目に入ってきました。その高橋が同周回2秒、でアルガ選手が高橋選手まで2秒6です。アルガは前に見えます。あれです、あれが2番手です。4分経過、4番手が最速タイムを出した TQ スタートの山本選手、5番手が村久保、6番手が日暮選手です。4分20秒になるところ、さあここでベストは山本選手です。8秒608、4番手山本選手の今8秒608はヒートの最速タイムです。ただ今4番手に甘じています。さあ高橋アルガ再び間が詰まっていきます。ちょうどストレート1本分ぐらい、 1.4 秒の差です。高橋ももう見えてきてます。アルガ選手4分50秒になるところ、山本選手が飛んでます。大丈夫。さあ日暮さんクリオ、はい、ありがとう。さあ日暮と高橋大丈夫です、大丈夫です、おことになってない。さあアルガ選手が来ます。2番手争いが0秒85詰まってきます。オレンジ対決のこの2台、2番3番がストレートから計測ライン。ありがとう山本さん、ありがとう。さあここで高橋選手が転んじゃったのかな、アルガ選手がこれで2番手に浮上したもの。さあアルガ選手、前かそうですね、今計測ラインがトップで、アルガ選手が今2番手で計測ライン、トップ争いが2秒8です。5分40秒になるところ、アルガ選手が来ちゃうのか、前の週2秒8でした、この週間詰めてくるが、3秒1ですね、岩井頑張ってます、岩井が頑張っている。で3番手で戻った高橋選手は4秒7でアルガを追っている。村久保選手がそして4番手浮上、5番手が山本選手、6番手が日暮選手となっています。6分になります、まもなく6分になります。さあ岩井啓太選手がトップ帰ってきました。40周目に入っていく、残り11周です。岩井選手がミス、直して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 、その横をアルガが抜けてったから抜けてきましたね。アルガ選手がトップに立ちました。41周目アルガトップです。岩井大丈夫か、今度は高橋も来られてる。高橋それ前2番手です。さあ高橋選手残念、その横をトップが抜けてきます。アルガ選手がレースリーダーです。43周目です。残り7周、アルガ選手優勝まで残り7周です。岩井選手が2番手でレースに戻っているようです。6秒9の差、トップ争い、オレンジ一色がトップになっています。アルガ選手残り時間がちょうど1分です。残り1分、さあ残り50秒、残り50秒です。46周目に入ってきました。アルガ選手優勝まで残り4周です。残り時間40秒、村久保さん後ろからトップが来てます。2番手岩井、3番手が高橋選手、高橋は2番手まで5秒、4番手が村久保選手です。5番手日暮、そして山本選手はマシンを止めてしまいました。コース上5台です。さあアルガ選手が帰ってきます。49周目もう1周あると予想されています。大時計残り間もなく10秒、
さあアルガがおそらくこれファイナルラップだと思います。残り5秒、ここで8分です。アルガゴール、アルガ選手がトップゴール、日暮ゴール、日暮ゴール、村雲ゴール、高橋ゴール、岩井ゴール、はい、全者ゴール。このヒート優勝はアルガ選手です。2番手が岩井啓太、3番手が高橋選手。アルガ、岩井、高橋は表彰状今受け取ってください。表彰状今受け取ってください。アルガ、岩井、高橋は表彰状です。4番手が村雲選手、5番手日暮、6番手山本、7番手、6番手が山本選手でした。はい、アルガ選手と岩井選手、表彰状を受け取ってください。はい、それでは続けて B メインです。ジェームストックの B メイン、コースオープンです。はい、全車取れました。今走った人はマーシャル行ってください。今走った人はマーシャルです。はい、それではマーシャル入ってください。さっき走った人はマーシャルです。マーシャル、はい、それでは高橋さん並べてあげて、それ1番、2番が山さん、はい、 OK、 3番が村田さん、4番榎本、5番小竹、6番青木、最後尾から諸橋、はい、並びはそれで OK ですね。 OK です。はい、ありがとうございます。マーシャルさんも OK ですね。それでは行きます。ジェームストックの B メイン決勝レース、7人による8分間です。スタートします。さあ後方では誰だ、諸橋選手ですね。諸橋さんちょっと今飛び越えちゃったんで、一回これ榎本君に前行かせてください。もやさん飛び込みました。はい、 OK です、 OK です。はい、15秒経過したところ、柿原選手がトップ、2番手に山さん、村田昌司がそれに続いています。4番手が小竹、榎本、青木、諸橋の順です。さあまずは村田昌司が山さんに仕掛けています。2番手争い0秒3ぐらいです。その間に柿原が逃げていきます。4周目から5周目に入っていく。最速タイムのトップを走る柿原選手、8秒台1人出ています。8秒920が出ている。6周目に入っていきます。山さんが最速タイム8秒868、トップ争い1秒です。山さん飛んじゃったという情報。さあこれで村田昌司が2番手に浮上してくる。さあ村田選手は今度、柿原さんを追います。 1.9 秒前の周、この周どうだ、2秒1ですね。柿原のペースが良さそうです。3番手に榎本が上がってきました。その後ろ小竹、山さん、青木と続いています。さあ山さんが見せた、山さん順位を落としてきます。青木選手がポジションアップ、5番手浮上。さあ村田昌司は柿原で2秒2です。さあ柿原選手の前方にバックマーカー、村田が見知っていました。横榎本、そして小竹が抜けていった。これで榎本2番手浮上、小竹が3番手、4番手で村田レースに戻っていく。5番手諸橋、山さん、青木の順。さあ1台飛んでいる、あれ小竹選手です。3番手まで来た小竹選手が。さあバックマーカー出てきてます。白緑、柿原選手がトップです。気をつけてください。大丈夫ですね、柿原うまく抜けてきました。村田が飛んでいる。さあ2番手がコルサブルーかな、諸橋の後ろから来る、榎本選手です。これが2番手、トップまでは3秒ぐらい。3番手が村田昌司、いや失礼、3番手が小竹、4番手が村田。
さあ2分30秒になるところ、柿原選手がレースを引っ張っています。柿原どこだ、これか、白緑ですね。2番手が榎本選手、若干離れた3秒8、3番手が小竹選手、そのすぐ後ろに青木選手がいるようです。青木選手はヒートの最速タイム8秒769を出した模様です。そして5番手が山さん、6番手諸橋、7番手が村田昌司選手です。さあ前の週ベースは誰だ、村田昌司8秒98、現在7番手を走行中。3分経過です。さあ榎本は現在2番手ですね。最速タイムは出した青木選手が追ってくるが、まだ3秒6あります。3分15秒になるところ、さあここでベストは村田昌司8秒78ベスト。3分30秒経過。さあこれベストは山さんです。8秒847をマーク。さあトップ柿原順調にラップを重ねていく。2番手榎本が2秒9後ろです。榎本は前の前の前、3台前です。さあ白緑が現在トップ柿原選手、この差ブルーブルーですね、スカイブルー。榎本が2番手です。間に2台挟んでいる小竹山さんのこれ4番5番争いですね。この後ろから2番の榎本が来ています。で榎本青木が2秒2後ろで3番手小竹山さん村田諸橋のオーダー、村田選手が最速タイム8秒71をマーク。4分15秒経過です。さあここでベストは榎本です。8秒78が出ている。4分20秒経過したところ、トップは柿原選手です。ずっとトップ守ってますよね、白緑。それを榎本選手、バックマーカー山さん来ます、小竹選手も来てます、スカイブルーです。スカイブルー2番手です。はい、小竹さんありがとうございました。さあこれで榎本は前開けました。2秒4からどこまで近づいていけるか、トップ争い大時計5分です。そして3番手の青木も来てますね、榎本の後ろに来てます。あーただ止まっていたか、計測上は近づいているという表示だったがミスがあった模様です。さあこれで青木は小竹選手に近寄られてます。小竹前の前ですね、小竹前、あれがガチンコです。3番4番5番。さあ青木小竹山さん3、4、5、そして榎本を含めると2、3、4、5ですね、並んでます。5分30秒経過。うわ、青木が仕掛けていく。ただ青木はそうか、榎本君と一周の差があります。失礼しました。さあ5分40秒になるところ、榎本君は行かせました、落ち着いて行かせました。榎本はねトップを追っています。あー青木がミス、その横山さん小竹が抜けていく。これで山さんが3番手、小竹選手が4番手浮上です。5分50秒経過から6分になります。40周目に入っています。トップの柿原選手ゴール予想53です。さあ柿原、榎本、山さん、ここまでは表彰台圏内。4番手小竹、5番手諸橋、6番手青木、7番手が村田選手という表示です。6分20秒になるところ、トップ、さあトップ争いが近いという情報、本当だ、榎本が来ている、榎本が来ている。村田行っておきます、ワンツーが来てますからね。6分30秒経過、まだ時間があります。さあ榎本が来ます、 1.2 秒差。この2台トップ争い、山さんも、山さんはまだか、山さんは単独3番手ですね。4番手が小竹、5番手が諸橋、村田、青木のオーダー。さあバックマーカー絡んでます。はい小竹さん、村田選手、白緑がトップです。小竹さん後ろから2番手来てます。はいありがとう。柿原集中してます、ミスがありません。柿原残り50秒、この2台52周、トップ柿原53周回ってくると予想されている。現在48です。残り5、優勝まで残り5周です。柿原選手ホワイトグリーンのカラーリング、
さあ最後榎本も死力を尽くしてくる 1.5 秒差。危ない危ない危ない、あーここで榎本が前に出る。ちょっとねバックマーカーに目を取られたかに見えた柿原選手、レース終盤榎本選手がトップに変わっています。諸橋小竹後ろからトップ来ますからね。スカイブルーがトップです。残り20秒来た。さあ柿原選手3秒差で前、トップを追っています。ただ間にはバックマーカー4台いる柿原。残り10秒さあ榎本選手逃げ切れるか。大時計ここで8分です。榎本ゴール、榎本ゴール、小竹ゴール、山口ゴール、青木ゴール、諸橋ゴール、柿原ゴール。最後ドラマがありました。榎本選手がこのメイン優勝です。2番手が柿原さん、3番が山さんでした。表彰状を受け取ってください。榎本、柿原、山さんは表彰状。村田が4番手まで最後来てましたね。ファーストセットを出します。5番手青木、6番手諸橋、7番手が小竹選手でした。山さんさんです。榎本、柿原、山さん。はい、それではここからプロストックの D メイン決勝レース、ちょっと前倒しできています。まだ大丈夫です。モラさん、モラさん、選手紹介の紙を。はい、それではコースオープンします。はい、コースオープンしてみます。はい、増田選手 OK、 アルガ選手 OK、 山本 OK。あ、本当ありがとう。まだ1分ちょい前倒しできています。あと長谷川貴道さんと新井選手を待っています。はい、あるが山本、増田選手はポンダ取れました。はい、長谷川さん OK、新井さんも OK、 全車取れました。それでは並べます。よいしょ。1番前がオレンジアルガさんです。2番から長谷川貴道さん、2番長谷川さん前来て、長谷川さん前来て、白ピンクが2番、3番が増田さんです。増田さん前、4番が新井さん、新井さん前。はい、で最後尾から山本さんが行きます。はい、ありがとうございます。それでは行きます。ここからプロストックの D メイン決勝レース、これがプロストックジュニアとして表彰状を持ってきています。トップ3まで、表彰状があります。それではプロストックジュニア8分間スタートします。はい、フライングありません。さあ長谷川がミスってしまった。巻き添えを食ったマシンがいます。巻き添えを食ったのは新井選手ですね。チームメイト同士の接触でした。まずはオレンジのアルガが、全く問題なく勝っています。長谷川さんトップだよ。はい、はい、もう早くも、4、5をラップしていたトップアルガ選手、
2番手が誰だ、これ山本選手かな、山本ですね。3番手が増田です。4番手新井、5番手が長谷川隆道。オレンジが圧倒的な速さでトップを守っています。9秒2です。9秒台はこの選手だけです。30秒経過。さあこけている、こけているマシン、山本選手です。2番手走っていたが大丈夫か。これで増田が3番2番手に浮上してきたのかな。まだ山本は表彰台圏内にはいます。3番手です。4番手長谷川隆道が表彰台まで2秒6。5番手が新井選手です。50秒経過したところ、さあここでベストはトップアルガ選手9秒043をマーク、オレンジのカラーリング。さあ新井選手の後ろから来てます。トップ、危ない危ない危なかった。はい、ありがとうございます。山さん、マーシャルの守備範囲が広い、ありがとうございます。1分15秒経過。今は榎本の範囲だったんじゃないかという審議が入ってます。榎本さあ優勝して浮かれてる模様。榎本、1分20秒経過です。山さん、いい働きをしています。山さん、あれこそラジコンドライバーの鏡。さあ1分30秒経過。トップアルガ選手変わらずです。2番手に再び山本選手帰っている。3番手がそのすぐ後ろ、増田がちょっとくると待ってましたね。増田大丈夫か。大丈夫、増田選手このまま行けば、表彰状だからね。新井選手が4番手、2秒差で3番手を追っています。新井選手、そして最後尾が長谷川隆道選手。まもなく2分を指すところ、増田がベスト10秒040。3番手2秒で山を取っている。トップはオレンジです。トップオレンジです。さあ増田選手が来てますよ。増田選手が来てる。さあ山本対増田、ストレートに入ってくる。CRC の、デカールついてます。これが2番手の山本選手、そのすぐ後ろ増田が来る。クリーンなレースでお願いします。山本ミスった。その横トップが抜けていく。増田来るよ、増田来る。はい、ありがとう。さあ長谷川選手間に入ったが、まだねこれ同一周回に戻っただけです。長谷川選手は5番手です。2分30秒経過。新井選手がベスト10秒40。4番手、表彰状まで4秒6。2分40秒経過。松田選手が2番手に浮上しています。そのすぐ後ろ山本選手まだ伺っています。0秒45。2番3番争い。さあそして長谷川選手はチームメイト新井選手と追っています。5秒ぐらいかな。さあ新井さん後ろからトップきます。はい、ありがとう。さあ増田、山本、一回山本前出てたか、再びミスがありましたね。増田選手が2番手、帰り咲き。ここでベストは最後尾の長谷川選手、9秒923、新井追ってます。さあ新井選手は5秒ぐらいで表彰台ですよ。表彰状まで5秒、新井。はい、OK、はい、山本さん、今生かしたのはまだ最後尾のマシンだね。あの時には関係ない。あー、荷台が引っかかった。その間をうまくトップアルガが抜けていきました。順位は変わってないと思います。アルガ選手、松田選手、山本選手、新井選手、長谷川選手です。3分50秒経過。さあここで最後尾、長谷川隆道が投資のベストを出しました。9秒706をマーク。さあオレンジがトップです。長谷川隆道選手が来てますね。松田選手、長谷川隆道はね、チームメイト新井を追ってんでね、3台前です。松田さん、それ生かしちゃったとしてもそれ順位全然違うんで大丈夫です。はい、大丈夫です。さあ長谷川隆道が間にトップを挟んで、いや今もう目の前に来ましたね。新井選手とこれ4番手争いですよ。チームメイト争い2秒差、新井対長谷川、4番手争い。山本選手は松田選手前に見える。2秒5の差、2番手争い。さあ長谷川、さあ長谷川さん後ろからまず来ます。はい、ありがとう。2番手新井が見捨てる。新井それ2番手ね、新井2番手ね。長谷川が来ます。わあ、長谷川無理するな、長谷川無理するな。さあ5分を経過、残り時間が3分です。はい、ありがとう。山本さんありがとう、綺麗に行かしてくれた。山本さんトップについていけばもう前の前、あれ2番手ですよ。はい、松田さんこれトップだからね、トップ。さあ山本が来ます。2番手争い、後方では新井、そして長谷川も近い。
5分20秒経過。さあ増田対、山本2番手争い近いですね。今ストレートに入ってきます。この2台、これが2番3番です。さあさあ長谷川新井後ろからトップ来てます。さあ割って入ったあるが、はい長谷川さんありがとう。もう来ないと思うから長谷川さんもここから全力です。さあ新井さんそれトップね。さあどうなってるんだ、マスター守ってますね。山本はすぐ後ろだが、あー今度トップがせっかく譲ってもらったのに、残り6分、うわー混戦です。順位が分からなくなってくる。アルガはトップ変わらないです。マスダ選手がこれか、マスダ大丈夫です、順位は変わってない。アルガ、マスダ、山本、そして新井、長谷川の順、6分15秒経過。さあ新井、それはガチだからね、それガチだよ。その後ろから関係ない人来ます。新井来てるよ。新井、山本さん譲ってあげてね。はい、行きます。で新井さん今度トップ。これで新井選手最後尾に落ちていった模様。これで長谷川選手が4番手浮上です。増田、山本の2番手争いは 1.1 秒、6分40秒経過。さあ長谷川選手後ろから3番手来てます。あなた4番手です。山本選手がさあそれ中です。山本選手はまだチャンスがありそうな距離。その差が 1.8 秒、2番手争い。もうトップは一人旅です。オレンジです。残り間もなく50��o山本選手が 1.7 秒から増田追うが届くのか。この2人が43周でゴールすると予想されていますので残り3周です。残り30秒。さあアルガ選手はもう圧倒的な差をつけました。 D メインプロストックジュニアクラストップを走っています。アルガ選手2番手争いは最終ラップまで持ち込みそうな距離感、 1.3 から 1.5 です。さあここにトップが絡んできます。山本さん、一応トップ来ます。残りが間もなく10秒。おアルガさんもう絡まないやってくださいと。さあどうだ、これがファイナルラップなのか。ここで8分です。増田逃げ切った2番手ゴール、3番山本、そしてトップ悠々とアルガ選手、そして4番手が新井選手、前者完走で長谷川選手が5番手でゴールです。プロストックジュニア優勝はアルガ選手でした。アルガ、増田、山本選手は表彰状を受け取ってください。アルガ、増田、山本選手表彰状。アルガ、増田、山本さん、山本さん表彰状受け取ってね。山本さん、あと増田さんも。はい、それでは続けてプロストックライツクラスの、決勝を行っていきます。コースオープンしてます。渡辺さん OK です。はい、今走った人はマーシャルです。あと山田選手今車検受けてます。最後ね、ホワイトパープル山田選手がホンダチェックします。はい、さっき走った人はマーシャルです。はい、ホンダ全部 OK。 それでは並べていきます。1番前がハセアン選手、もうちょい前、増田さん、ハセアン、それトップ、2番が谷垣さん、もっと前、谷垣もっと前、3番が樺沢さん OK ですね。4番が緑の渡辺さん、
5番が黄色オレンジの高橋さん、6番グレーのわらび岡、7番山田白パープル、最後尾から、清水さんが行きます。はい、山田前。はい、並びそれで OK です。はい、それでは、プロストックのライツクラス決勝いきます。マーシャル OK かな。 OK ですね。それではスタートします。ライツクラス8分間です。川沢選手が前に出たかな。さあ、トップの長谷川選手はノーミスでまず帰ってきそうですね。2番手が樺沢選手、3番手に渡辺明、清水、山田、高橋、谷垣、わらび岡、谷垣、2番手スタートの谷垣選手ミスだったもよう。トップの長谷川がミスっているようです。これ樺沢さんかな。どこだ樺沢さん、これか。樺沢選手がトップに変わっています。今ストレートに入ってきます。トップ2番手が緑のカラーリング、渡辺明、そのすぐ後ろに最後尾スタートの清水選手が現在3番手をしています。4番手山田、5番手高橋、わらび岡、谷垣、長谷谷の順、長谷谷最後尾まで落としていった。さあ、渡辺明を先頭に2、3、4、5ぐらいまでが呪術つなぎだが、ちょっとごちゃごちゃしています。さあ、もうそれで樺沢選手は2秒8の差をつけています。今ストレートですね、高橋選手の後ろから近づいてきます。これがトップの樺沢選手です。2番手が緑の渡辺明。さあ、バックマーカーが出てきます。樺沢選手トップです。わらび岡、後ろから来ますよ。谷垣さんも来ます。ブルー、蛍光レッド、ホワイト、これがトップです。今ストレート最後尾で入ってきます。これがトップのマシンです。さあ、長谷川が揉まれている、脱出できなかった、危ない危ない危ない。さあ、1分30秒になるところ、樺沢選手がリードを守っています。ファーストテストは長谷川が取った模様、9秒476が出ている。ただ最後尾8番手を走っています。さあ、清水を転倒とした3、4、5、6ぐらいが近いですね。さあ、1台高橋選手が島にはまっています。島にはまっている。おい、ナイスジャンプ。さあ、これで高橋選手は大きく順位を落としていきます。トップ3、樺沢、渡辺、清水です。そして谷垣が3番手、清水の後ろに来ているという情報。ただミスがありました。これで山田が前に来ているのかな。山田が前に来てますね。山田これで4番手浮上です。山田が4番手浮上。山田は前に見える、あれが3番手です。表彰状あれです。さあ、清水選手はね、最後尾からここまで来ましたが、今山田に追い詰められています。3番手争い。そして渡辺選手がマシン壊れちゃった、2番手まで来ましたがね、渡辺選手はマシン止めています。これで、そして山田が前出ましたね。これで樺沢、山田がトップ2です。3番手に清水選手がいる。4番手が3番手が谷垣選手です。4番手が清水選手です。谷垣前に見えます、あれが2番手です。山田後ろから3番手来てる。うわ、危ない。一瞬譲ったのかと思いました、山田選手。さあ、山田帰ってくる、ホワイト、パープル、そのすぐ後ろに谷垣がいます。そして清水もそれについていってますね。2、3、4。そしてわらび岡が 1.6 秒遅れて5番手です。清水がミス。3分経過、樺沢選手は5秒以上差をつけてます。2番手に5秒以上差をつけています。さあ、清水選手後ろからトップ来ます。わらび岡さんもね、後ろからトップ来てますよ。樺沢選手はトップです、ありがとう。さあ、高橋選手が最速タイム9秒837をマークしています。ただ順位は現在5番手高橋。山田は一旦谷垣に追いつかれていたが、小休止できてますね。山田単独2番手かな。わらび岡が2秒5後ろにいます。後ろの後ろです、山田。さあ、長谷川がベスト9秒43、7番手です。まもなく折り返し時間を迎えるところ、圧倒的な差で樺沢選手がレースをリードしています。ライツクラスの決勝、25周目に入ってきました。2番手の山田選手が今ここで計測ライン、トップまでは5秒8あります。3番手がわらび岡、2番手まで3秒5。そしてそのすぐ後ろに4番手高橋がいます。さあ、高橋、わらび岡の前に出た。これで高橋選手が3番手に上がります。
危ない危ない、トップがちょっとミスった、間に入ってしまった。高橋後ろからトップ、あ、生かしてくれました樺沢選手。さあ、これで3番手の高橋選手は今度山田を追います。白パープル、その差4秒です。4分40秒になるところ、樺沢選手は山田選手に4秒3の差をつけています。山田選手後ろから長谷川来ているが、長谷川は7番手です。あなた現在2番手。大時計5分を経過です。さあこの時間帯山田選手が比較的綺麗なとこ走れていて、間を詰めてきてるのかな。トップ戦まだですね、まだ4秒以上あります。で高橋選手は表彰台圏内に入っています。現在3番手、わらび岡が4番手 1.7 秒、以下谷垣、長谷川、清水選手と続いています。5分20秒経過。現在プロストックの決勝 C メインライツクラスを行っています。山田2番手がベスト、9秒45、4秒切ってきました。トップ争い3秒9、トップ樺沢選手が間もなくストレートに入る。それ中です、中です。はい、ありがとう。さあ長谷川です、長谷川が飛び出したが大丈夫か、マシがダメだ、多分ダンパー取れちゃってるんじゃないかな。はい、回収かな、ダメです、バッテンが出ています。これでコース上が6台になっています。さあ山田がいいですよ、3秒5、トップまでと差を詰めています。さあ樺沢さんまた、バックマーカー出てきます。今度谷垣さんの後ろから来てるからね、トップ。山田はねバックマーカーの影響を受けていません。3秒3です、トップ争い3秒3。わらび岡さん2番ね、はい、ありがとう。さあとうとう山田ストレート1本分です、前に見えます、あれがトップです。現在山田選手2番手2秒差です。最新ラップ3番手が高橋、そしてそのすぐ後ろに谷垣が来てるのかな。ただちょっとミスりましたね山田、3秒後また間が開けます。ただペースは持ってます。時間もまだ70秒あります。樺沢選手が今ストレート入ってきました。計測ラインを通っていきます。42周目に入っていった、残り6周、それを追う山田3秒3、トップ争い。さあ高橋選手は3番手、2秒後ろに谷垣が来てます。2秒後ろに谷垣が来てます。わらび岡さん後ろから谷垣がすごい勢いで来てます。これかつってますからね、気をつけてください。わらび岡現在6番手、その後ろから4番手が来てます。残り40秒、間にわらび岡を挟んだ表彰状争い、3番手争い近い。さあこの2人は47周予想なんで残り2周です、残り2周。一方トップ争い再び間を詰めている 1.7 秒山田あるのか。この2人が47周かな8周かな、残り2周か3周です。さあ清水さん来てるからね、2番ね、はい、ありがとう。さあ山田いけるのか、残り5秒、危ない、谷垣わらび岡来てるからね、谷垣わらび岡来てますよ。清水ゴール、高橋ゴール。さあわらび岡来てるからね、はい、ありがとう。樺沢危なかった、逃げ切りました。樺沢選手がライツクラス優勝です。2番手が山田、3番手高橋、4番谷垣、5番清水、6番手が我部岡、7番初山、8番が、渡辺選手でした。はい、樺沢、山田、高橋選手は表彰状を受け取ってください。樺沢、山田、高橋選手。はい、それでは、B メイン相当ですね、プロストッククラスの決勝レースコースオープンしました。藤原選手がいるヒート、はい、ポンダ全部取れました、ポンダ全部取れました。藤原ゴール、
はい、今走った人マーシャル入ってください。マーシャルです。はい、並べます。藤原選手が先頭スタートです。藤原選手は前オレンジ、後ろが白です。2番が横尾さん、はい、それ2番です。3番榎本くん、スカイブルー。4番が親泉、キャメルイエロー。それオレンジがトップです。はい、キャメルイエローが4番。5番が伊藤さん、日の丸から。伊藤さんが4番、5番ね、はい、OK。 6番北川元、7番が村岡、最後尾から山友さんが行きます。はい、それでは行きます。プロストックのね、決勝レースです。8台による対決、こちらもトップ3には表彰状があります。それでは本番です。8分間スタートします。さあ、おお、混戦です。落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう。レース、さあ、混乱抜け出したのは榎本選手か、スカイブルー。榎本、そして横尾、藤原、北川と抜けていった模様。2番、3番、4番、危ない距離感です。榎本が逃げていきます。後方では村岡が止まっている。直してもらって、コース復帰。さあ、ファーストテストを出して榎本が逃げていく。9秒54が出ています。スカイブルー、榎本選手。そして2番、あ、藤原選手が見せた。北川元がこれで2番手。3番藤原、4番横尾、山友、伊藤、親泉、村岡のオーダー。まだ全車同一周回です。スカイブルー、榎本選手がレースをリードしています。2番手の北川元が最速タイムを塗り替えました。9秒059をマーク。トップ争いはストレート1本分です。その差 1.69。 3番手の藤原選手が 1.4 秒で北川を追っています。山友、横尾、親泉、伊藤、村岡、まだ全車同一周回。さあ、横尾選手を先頭とした彼か、横尾、親泉、山友、伊藤、村岡、これが近いですね。4番手以降が数珠つなぎ。そして北川元がトップ、榎本に抑えかかっています。トップ争いストレートに入っていく、この2台。さあ、クリーンなレースでお願いします。榎本選手がトップ、北川が0秒17です。藤原が9秒35。藤原はね、あの2台がバトルし合いで間を詰めていきたい。その差3秒1です。藤原、さあ、榎本選手が耐えています。レース11周目に入っていきます。さあ、バックマーカーも絡んでくるのか。まだ全車同一周回です。さあ、村岡が投手のベスト9秒31をマーク。1分50秒経過。伊藤選手が9秒41をベスト。北がちょっと見せたが、一旦トップ争い間が開いています。村岡さんが早めに行っておきます。スカイブルーがトップ、その後ろから2番手も来ています。3番手が藤原選手、3秒4。そして藤原選手のすぐ後ろに4番手の横尾選手がいます。5番手が親泉、0秒8。以下、伊藤、山友、村岡と続いている。北川が8秒9、親泉9秒2、ベスト。2分20秒経過。さあ、藤原選手が9秒356をマーク。ただ藤原先頭に横尾、親泉まで来てます。3、4、5が数珠つなぎ。危ない。さあ、藤原選手が見せた、その横尾、横がきれいに抜けてきます。これで横尾が表彰台圏内。3番手負傷、村岡さん来るよ。ありがとう。3、4、5も来てます。ありがとう。さあ、ちょっとタイミングが合わなかった親泉。さあ、トップ争い再び近いじゃないですか。よく見たら榎本、そして北川元、0秒2ぐらい。2分、今3分経過したところです。山友さん後ろから来ます。7番手のマシンをラップしてよ行こうかという2人、2台トップ2です。間に7番手山友を挟みました。トップ争い、スカイブルー、榎本選手がトップです。で、3番手に上がってきた横尾選手は前2台まで2秒2。そして藤原は表彰台まで1秒、親泉2秒3、伊藤0秒2、山友、村岡と続いている。3分30秒になります。さあ、現在プロストッククラスの決勝レースを行っています。3番手スタートの榎本選手がレースをリードしています。
そして6番手からスタートからここまで上がってきた北川選手がすぐ後ろ2番手につけています。前の週藤原9秒32、4番手0秒5で横を追っています。藤原も近いね、表彰状争い。藤原、おお、さあ藤原が近い、これ表彰状ですよ。さあ藤原ベスト9秒202、藤原投手のベストが出てます。村岡さんワンツーがバトルしながら来ます。はい、ありがとう。親父さん早めに言っておきます。ワンツー来てます。あなた現在6番手伊藤追っています。0秒9。うおっ、さあ藤原選手は1回お皿乗りました。4番手ではレース戻っています。4分30秒経過、北川が来ています。榎本はただミスらない、 98.10 の安定度、トップの榎本選手ミスがありません。さあ横尾選手が前2台目で3秒4、藤原選手4番手2秒です。伊藤、親伊豆、山友、村岡のオーダー、大時計は5分を指します。藤原選手は表彰台まで 1.4。 さあ親伊豆さん来るよ、ワンツーね。はい、ありがとう。5分10秒になるところ、親伊豆選手は現在伊藤選手を追っています。 1.9 秒ぐらいですね。さあそして最後尾の村岡選手は山友選手を追っています。ん、北川にミスがあったか、バックマーカーが再び間2台、そして横尾選手がミスている。これで藤原選手が35周目3番手に帰ってくる。藤原はトップ2台と同時周回4秒差。さあ一旦北川元が、間に親伊豆5番手を挟んだポジションになっています。 1.8 秒から北川選手は再び追っていきます。藤原選手が3秒6で3番手、4番手が伊藤、5番手親伊豆、6番手まで落ちていった横尾選手、7番手山友、8番手が村岡選手です。まもなく大時計6分を迎えます。残り時間が2分。さあ上さん2番手来ます。はい、ありがとう。上さん、上さんは伊藤を追ってます。日の丸カラーを追ってる。親伊豆は日の丸カラーまで4秒5、現在5番手走ってます。さあここで伊藤がベスト9秒22、4番手藤原選手まで 1.1 秒。さあ藤原選手、横尾の追撃を振り切ったと思ったら今度伊藤が来てますね。伊藤が来てます。表彰状争い、伊藤が0秒96、前がオレンジ後ろ白、これが3番手の藤原選手、その後ろに伊藤選手4番手つけています。一方トップまた来ましたね、北川元が来てます。0秒67、6分45秒経過したところ。さあこの2人トップ2台51周予想ですから、今44です。残り7周。さあ来ます、ロボト耐えてます。安定度この時間この状況でも 98% 以上です。さあ一方後方藤原も耐えてます。 1.4 秒、間に村岡が挟んだ。さあ伊藤がミス、伊藤がミスです。これで藤原ちょっと楽になります。残り45秒。さあ帰ってきました、47周目、残り4周です。さあ北側のプレッシャー、さあまだでもどうなんだ、諦めないよ。さあ榎本が0秒46から追っていく。残り30秒です。北側今度追われる立場になっています。さあ変わらず0秒4、変わらずです。同じペースは持っているは榎本。49周目から50周目に入るこのトップの2台、もう1周ありますよ、もう1周あります。さあもう1周あるからね。さあ行きます、村岡さん早めに行っておきます。ワンツー来てますからね。ここで8分です。親伊豆ゴール、山口ゴール、藤原ゴール、村岡ゴール、北川元がこのクラス優勝。榎本2番手、3番手入ってきたのは藤原選手でした。北川、榎本、藤原、表彰状受け取ってください。4番手が伊藤選手、5番手小江津、6番手横尾、7番手山友、8番手が村岡選手、プロストッククラスの決勝結果でした。はい、この後5分を置きます。 F1 の決勝は、17時45分からスタートします。17時45分 F1 の決勝予定通りスタートしていきます。